10月28日 FX の相場解説ドル円でございます。速稼塾の久保です。今日もよろしくお願いします。時間は朝5時37分です。いや、半値戻しっていうテーマでね、しばらくお伝えしてきました。そして、ドルがね、急落するんじゃないか、ドル円が急落するんじゃないか、円高がむちゃくちゃ進むんじゃないかなってことでずっと盛り上がってるわけなんですけども、盛り上がってるのは私だけですかね。とりあえずね、半値戻し、これが成功しました。じゃあその辺の映像をいつものように動画を切り替えてご覧いただこうかと思います。3、2、1。はい、これがね、1時間のチャートになりますけども、どうですか、半値戻し。半値戻しのポイントはここですよ、ね、ゾーンが左からから伸びてますよね。私が考えたのは1日のうちに半値戻しだと思ったんで、ここで決済はしましたけども、一旦こういうふうにね戻って、ここで半値戻しが成功してドカーンとまたね下の方に向かいましたね。これをシンプルに書くと、半値戻しはこういう形で成功したってことなんですよ。私の場合はデイトレードなんで、1日のうちに半値戻しが成功しなかった場合、多くの場合を除いてですね、多くの場合を除いてもうその日のうちに決済しますんで、ここでイグジットってことになりました。でその後もう一回ね落ちて、ここで再エントリーすることはできたんですけども、ちょっと私はしなかったですね。で結果的には半値戻しが成功して、うまいことをこのポイントでひっくり返っていって、あとはドカーンとね一気に落ちていったわけです。このアリゲーターライン、3本の移動平均線もこのように広がっております、ね、これを4時間で見てみましょうか。4時間で見るとすごく分かりやすいです。こっから始まったスタート、そしてこれが底値になりますけども、ズカーンと落ちた後で半値戻しですね、半値戻しが成功して、そして一気に戻っていったということでございます。でこのネックラインを超えて、今度は103円の方向に向かうんではないかなってことが伺えますね。最初の売りが始まったのはここでしょ。ボカーンといって半値戻し、ここも半値戻しなんですよ。だからドカーンといって半値戻しだから、3回目もドカーンといくのかなと思いますよね。これによって高値切り下げ、安値切り下げが見事に起きているということも言えます。こうですね。はい、ではデイリーの方を見てみますよ。デイリー、はい、これがデイリーなんですけども、こちらのポイント、こちらのポイント、横にブーッとね線を引いて、でこういうような形で下がってますよね。まあコードも言えるんですけども、さあそれではね、こちらの底ね、底のラインを3線と言いますかね、ガツンといってガツンといってガツンと、ほらトライアングルができてるでしょ、ディセンディングトライアングルが。ってことはこれ大きく下にブレイクする予兆であるとも言えるんですよ。こういうのを見込んで、さらに、週足か、週足も見てみますよ。週足はこれですわね、右肩下がりでしょ。移動平均線3本見てください。下の方に順調に降りてますよね。途中ねスケベ心を出して、この売りの流れの中にも買いがあるから、その買いも取ってやると思ったんですけども、ちょっと難しかったですね。だからこれからは売りの流れの中で瞬間的な買いを狙うってことは考えずに、とにかく売りでいくと。売りでもしね逆撃を食らったら、そのまま放置して酔い越しにしてまでも、売りで取り戻していくっていうことをやってもいいのかなと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。相場解説が、ね、非常に分かりやすくって、勝率が今年かなり上がったって方が何回かね、メッセージをいただきまして、これからも相場解説を続けてくださいということなんで、もちろん続けます、言われなくてもね。そうではなくって、相場解説を見続ける人ができますかってことなんですよ。もちろんね、マスターして相場解説私の方が必要なくなったっていうならいいですけども、なんかねもう諦めちゃったみたいなことがね起きると非常にもったいないですよね。やっぱ一度は FX で身を立てようと思ったその志っていうのは、いつも忘れずに、初心忘れるべきはずではないですけどもね、やっぱりね初心がすごく大事なんですよ。基礎がすごく大事です。基本がしっかり抑えられてれば、私の相場解説もその基本の中からしかお話してませんからね。だから分かりやすいのと、基本が分かると大体勝つんですよ。で勝っていくから続けられる、続けられるから基本がさらに濃くなっていく、そして応用編もついていくと。応用編がついていけばさらに勝てるようになるんで、今度はお金も増えていくっていうね、そういうサイクルができます。最初は 0.01 ロットみたいな、その10円ベッドみたいなね、そんなところから始めると思います。私もそうでした、4年前ですよね。でもやっぱりね、年単位でやってるとそれはね勝てるようになります。どんなことも FX 難しいと感じてらっしゃる方も、年単位でやるとねもう勝てるようになるんですよ。
で、年単位でやって勝てない方は、ただ単にやる密度が薄いんですよ。それしかないです。1日のね、やっぱり FX に投じる時間が5分、10分で1年間やっても、それはなかなかなんですよ。だからやっぱりね、時には休日を1回潰してね、朝から晩まで10時間やるとかね、まあ時間だけではないんですけども、3時間やって1時間休憩取って3時間やってみたいなことをやったりとかね、少なくともその継続してしっかりと身につけていくってことは必要になってきます。まあそのために FX のね基礎講座ってのをやってます。今ね試験をやってもらってます。中間テストで、これが終わると今度ね第2章が始まりまして、第2章は15話で構成されてます。15日間連続でまたカリキュラムがね1分程度のものが送られてきて、それが終わると今度期末テストということになってます。そうやってね最初の1ヶ月半っていうのは終わっていくわけなんですけども、もう1ヶ月半が終わると、そうなんですよね、3ヶ月の大体おもねのコースだったんで半分終わっちゃうわけですよ、ということでね、これからでも参加できますんで、ご希望の方は動画概要欄からFX の基礎講座のアンケートに答えていただいて、それでお待ちいただければ私の方から連絡させていただきます。それではね、今日は以上でございます。失礼します。